へようこそ。ここでは練習バトルをしてバトルルールを学ぼう。ここはフィールド 4×4 のマスで成り立っているよ。さあかかってきなさい。身の程を知らないようね。王冠マークがあるのは君主カード。水滴の数字はそのカードの HP を表しているよ。君主の HP が0になるとバトルは失敗。剣の数字はそのカードの攻撃力を表しているよ。君主の攻撃力のデフォルトは0。これはデッキだよ。ターン開始時、デッキから自動的に1枚のカードが引かれるよ。これは手札。どのバトルでも君主カードを先に出さないといけないの。さあ君主を送り出そう。君主をフィールド上に出そう。フィールド上の青マークは味方ユニット、フィールド上の赤マークは敵ユニット。手札をフィールド上に出そう。忘れるところだった。カードを出すと AP を消費するよ。これは AP。 君主以外のカードをフィールド上に出すと AP を消費するよ。四角の数字はそのカードを出すときに必要な AP だよ。もう一度手札をフィールド上に出そう。今出したのはヒーローカード。バトルのメインとなるユニットだよ。このターンで出したヒーローは1ターン後に行動できるよ。 AP が切れてしまったからこのターンを終了しよう。フィールド上のユニットは毎ターン1回の移動と1回の攻撃ができるよ。フィールド上のヒーローをドラッグして移動しよう。フィールド上のヒーローをドラッグして攻撃しよう。ヒーローカードと君主カードは HP が0になると死亡するよ。君主を移動しよう。AP はターンごとに1ポイント追加されて最高で10ポイント貯まるよ。今2ポイントの AP を持っているからコスト2のリリスをバトルに送り出そう。手札にあるリリスを出そう。コスト2のヒーローじゃ何も怖くないわ。私がもっとコストの高いヒーローカードを使って教えてあげる。相手のヒーローカードが強いけど忘れないで、君主を倒すことこそが勝利の条件だよ。どうバトルするか分かったかな。さあ敵を倒そう。敵の君主を攻撃。負けた。そんな。月はパトリシアを倒したんだって。でも俺の分厚い障壁を突破できるかな。しまった。このまま黙って死を待つしか。そんなことないわ。まだ諦めませんよ。強力な SSR カード、まだチャンスはありそうだわ。手札やフィールド上でカードを長押しするとカードのスキル説明を見ることができるよ。手札を長押ししてスキル効果を見よう。ドローしたカイン
君を傷つけたくはないんだ。諦めてくれ。私は恐れないわ。さあ行くわよ。カインを移動させてスキルを発動しよう。くっそー、悪魔たちのためなら絶対に負けないぞ。なんですって、カインの攻撃ルートが寸断されてしまったわ。ここまでかしら。諦めないで、まだドローできるよ。どうすればいいか教えてくださる？毎ターン1回 AP を消費してドローできるよ。初回は 2AP 消費、1回ごとに 2AP ずつ増えるよ。デッキを上にスワイプしてドローしよう。魔法カードだ。このマークがあるのは魔法カード。魔法カードは出した直後に効果が発動するよ。魔法カードを長押しでスキルを見よう。危うい状況だったけど、どうやら勝負は決まりそうだわね。雷神を出して敵の阿飛を消滅させよう。カインを移動させて敵の君主に近づこう。敵の君主を攻撃。あら、フィールド上に何かおかしなものがあるわ。さすが観察力があるね。相手が置いたのはセットカード。手札はセットカードとして出すことができるよ。セットカードを出した後、そのターンは操作することはできないよ。セットカードはフィールド上で裏面で置かれるの。セットカードはスキルが発動しないよ。私たちも試してみよう。手札にあるバーバーヤーガを出そう。手札にあるエノクを出そう。セットカードは敵を惑わせる一部のスキル効果から逃れる
守りや策略展開に大きな効果をもたらすよ。セットを使いこなすのはバトルする上でとても重要なの。的確な判断をすると有利になるから、今後のバトルで一つずつ学んでいこう。表向きのカードは全部消滅しちゃったけど、セットカードは影響を受けていないでしょ。これこそがさっき言ったスキル効果から外れるってことなの。ただし注意、セットカードに対して全ての魔法やスキル効果が無効になるわけではないよ。自分でセットカードを使うのは面白いけど、敵にセットを使われるのは尺に触るね。2枚のセットカード、さあどっちを攻撃するべきかな。決めた、攻撃。くそ、今のようにセットカードが攻撃を受けるとフリップし、バトルダメージも正常に計算されるよ。でも敵を惑わせることには成功したね。2枚のセットカードのうちステータスが高いヒーローを攻撃したから自分が消滅したの。攻撃力4のエノクが足止めされた。敵の君主を攻撃できれば勝ちだよ。こんな時は大胆に一丁、敵のセットカードをひっくり返してチェックしよう。セットカードも移動することができるよ。セットカードをタップして選択、もう一度タップするとフリップできるよ。セットカードをフリップするには 1AP 必要なの。セットカードをドラッグして移動しよう。セットカードを選択してタップし、もう一度タップしてフリップ。敵のセットカードに攻撃。よかった、当たったみたい。道が開けたね。このバトルに決着をつけよう。エノクを移動しよう。エノクを使い敵の君主に攻撃しよう。ラウンド開始時、初期手札の交換ができるよ。選んだ手札をデッキに入れ、ランダムに同じ数のカードをドローするよ。カードをタップすると交換マークが現れるよ。確認後、交換を完了しよう。よろしくね。こんにちは。正々堂々と決着をつけましょう。高校はハンデとして進行の結晶1枚を獲得できるよ。進行の結晶を使うとそのターンに 1AP を獲得できるの。セットがいらない魔法はフィールド上にドラッグするだけで使えるよ。このターンでは 2AP 持ってるよ。コスト2の猫股を出そう。手札にある猫股を出そう。何ですって、どうして猫股が。カードを使ったようには見えなかったわ。相手は君主スキルを使ったの。各君主ごとにスキルは違うけど、君主である君もこのスキルを持っているよ。時が来た、自分の力を感じてみて。
を長押しで空手スキルを見よう。左下の君主のアイコンをドラッグして君主スキルを発動させよう。基本的なバトルルールは以上。これからは自分の力で戦っていこう。
Thank you.